スカイクラッドはイングランド出身のヘビメタルバンド。フォークメタルのパイオニア的存在に位置づけられているグループの一つ。2001年にボーカルが交代し、それまでのデスボイスとは打って変わった柔らかいスタイルとなった。1990年、マーティン・ウォルキーアとスティーブ・ラムゼーを中心に結成され、以前よりラムゼーと共に活動してきたクレアム・イングリッシュも加わり、 同年のうちに、ウォルキーアがサバト時代に所属していた、ノイズレコードとの契約を得た。そして、正式ドラマーとして加入したキース・バックスターと、セッションプレイヤーのバイオリン奏者マイク・エヴァンスを加えた、編成で、デビューアルバムの録音に入り、1991年には、アルバム、The Wayward Sons of Mother Earth を発表。その後、 バイオリン奏者のフリーザ・ジェンキンスとセカンドギタリストのデーブ・ピューが正式メンバーとして加入した。アルバムザ・サイレント・ホエールズ・オブ・ル・ナ・シーより、その後長きにわたり、バンドを支えるフィドル奏者のジェオルジー・ナ・ビドルが加入するが、同作の制作後、バクスターとピューがバンドを脱退し、バクスターはサン・カラーズ・レッドに加入した。そして、バンドは新メンバーを補充せず、 セッションドラマーのポール・スミスを起用して、まさかレコード遺跡第一弾、アルバム、イラショナル・アンセムズを制作した。1998年、バンドの全アルバムをプロデュースしてきたケビン・リドリーが、正式メンバーとして加わった。2000年には、ニュークリア・ブラストへ移籍するが、2001年1月に、オリジナルボーカリストのウォルキーイアが脱退を表明し、それに伴い、リドリーが、 ギターだけでなく、リードボーカルも担当するようになった。2014年には、セカンドギタリストのデーブ・ピューが正式に復帰したが、2015年には、活動を休止し、2016年2月より、ニューアルバム制作のため再結集した。そして2017年4月、9年ぶりの新作、ホワード・イン・トゥ・ザ・パストを、リスナブルレコードからリリースした。ありがとうございます。